んばんは。ゆみりんが11時お知らせします。へえ、君の名はあるんだ。入れ替わってる。映画よく見ますね。メイクしてる？もちろんです。今日公演だったので。うん。唇塗ってもちろんです。今日公演だったので。メイクしてます。そんなメイクをしてる私を珍しがらないでください。それが普通なんで。アイドルにとっては。うん。全然濃いわけでもないし、多分、うん、あんまりあれですよ、感覚狂ってこない方がいいですよ。ポニリンかわいい、ありがとう。あー、かわいいよ、ありがとう、ありがとう。何日公演お疲れ様、ありがとうございます。あ、なんか一気に現実に帰ってきたって感じ。お疲れ様でした、ありがとうございます。ST48 さんがいいねしてくれた。昨日トーカさん行った。あ、そうなの、私も行ってたよ。海外旅行いつか行きますか？うん、いつか行く。パスポートは持ってます。うん、かな。タラタラタラララ。ブログって書かないの？私はそうやって催促をされるのが好きじゃないのは一番よくわかってるじゃないですか。そう、ちょっと悩んでる、いろいろ。ジワルの MV でユミに探してた。お、見つかりました。ふふって。海外旅行ならどこ行きたいですか？そうだな、気を使ったよね、暑かったよね。今はシンガポールに行きたい。コナン見てから。ほっぺ赤いの、チークだと思う、多分チーク。握手会のお金支払い忘れました。あ、支払いまだですよ。うん、まだ支払いないですよ。まだないよ、一回も。全然忘れてないよ。ST の子役だよね。ST の子役だったら、うん、全然忘れてない。なんなら明日、4時受付が、申し込み期限。そう、フォーチュンとは違うのだよ。まあそうですね、乃木さんとか撮られてる方はちょっとね、 STU ってか AKB グループ違うんですよ。私たちはあの第何時受付、例えば第4時受付までして1回4回受け付けといて、その分を全部まとめて申し込みっていう。支払いを忘れると申し込んで当たったやつが全てなしになるとともに、あ、この人は約束を守らないんだなってちょっと多分思われちゃうと思う。
ブラックリスト入り、あんまりすると入るんじゃない？だっていい迷惑じゃない？完売させといてさ、払いませんよ何回もしたら、そりゃさ、それはなんか良くないよね。良くないからそういう叱るべき措置を取らないといけないよね。メンバー的には、まあメンバー的に、いやメンバー的にはっていうか運営的にもでしょ。あんまりやるとブラックリスト入りするんだって。入りたい方はぜひお支払いを2回ぐらいやらかすとなるっぽい。じゃああれだね、本当に入りたい人はぜひ2回挑戦してみてください。入りたくない方はあれですね、忘れるとなりたくなかったのになっちゃったら嫌だからね。忘れないように。はい、はい。そして第4次受付が明日の13時までになってます。ぜひぜひ。5時で売り切れが解除されるとかあるの？あ、そうなんですよ。いいところを。ちょっと携帯もう一個、私どこやってんの？あった。4時、5時受付までだっけな。 STU はちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、支払いの時結構ね、ファンの人同士で言ってる気がする。なんか支払いだよみたいな感じで。私もだから皆さんに聞く、なんか今日支払い今日までだよとか、なんか明日の何時までだよとか結構ここで言ってくれて、なんか私が言うことが多いだから、なんか分かんないことあったら多分聞いたらいいと思うちょっとこれなんかあれ開かないな、反応しなくなっちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、支払いの連絡来るよ、だそうです。4時でとりあえず終わりだよ、ありがとう。ちょっと待ってね。あ、出た出た出た。はい、今回で一旦とりあえず終了受付。はい、受付終了です。明日の13時までで、明日から決済らしい。明日から1週間決済らしいです。すごい。はい、そしてですね、まあそんな焦らないでください、 A 日程がねって。はい、これは A 日程って言うんです。で、皆さんが申し込み決済も済んでた場合、完売してた枠にを払わなかった、申し込み完了しなかった人がいた場合、例えば大阪の一部を100枚申し込みました、でもお支払い忘れた方がいたら、そこの100枚が空いちゃうんですよ。はい、ってなった場合にその100枚分をまた販売しますよってなるんです。それが B 日程です。6月17日からそれがあります。B 日程からその申し込まれなかった分も、はい、買う、購入、申し込むことができます。そう、あとは監視枠ですね。まあ、今のところありがたいことに全ての日私は監視枠が空いてるんですが、ただまだ確定ではなくって、これはまあ、竹野だからとか言う人ももしかしているかもしれないけど、そうじゃないの。もしもう空いてるけど、そう、みんな大好き感謝枠、そう、皆さんが申し込みを忘れて、例えばその日1500枚申し込んでくれてたのに1100枚申し込みがなかったとすると、私はその日の感謝枠はなかったことになります。
はい。例えばの話ね。例えばの話。その日がだって400枚完全に申し込みされたわけだから。それはない。ないことはないんです。10枚取った人が140人、この例えば1500枚売れてたとして、その日140人の人が10枚申し込んで140人の人が決済しなかったら、私は感謝枠はなかったことになる。そう、500枚以下ってなっちゃうから。そう、ただ私はその日が何枚売れてるかとかはちょっと知らないので、その絶対数はよくわからないんですけど、だから例えばの話しかできないんだけど、そう、その偶然が偶然を重なってとか、やっぱりやめたとかいう人が重なったらそうなります。はい。 A の支払いは10日以降にメール来るってこと？多分そうです。そうですか、皆さん。そうですか。当日販売はないです。はい。ゆめちゃん大好き、ありがとう。さらへん、握手会は女性よ。明日の18時まで。ポミーポミーって何。あ、そうです。だって10日以降に決済のご連絡が来るそうです。何か他にわからないことがある人、今ここで聞いちゃおう。先輩方っていうか、もうプロがいっぱいいるんで。はい。ないです。いっぱいある。いっぱい聞きな。はい。代引きは届いた時に支払う。まあ普通そうじゃないですか、代引きだから。はい、きっとそうです。はい。服は着てった方がいいかな。服は着てってくる。桃枠と残賞の違い。桃枠は間もなく感謝枠が空きますよ。残賞はこの部、この日のこの部が少ないですよってこと。全然違います。感謝枠って何？感謝枠っていうのは一つその日一日の私の、私って例えるけど、私のその申し込み してもらった額が500枚以上だったら、皆さんこんなに来てくれてありがとう、感謝してますってことで、はい、感謝として、絶対写真が撮れる部と絶対サインがもらえる部を2つ追加されます。 B 日程から。はい。ですね、絶対写真撮りたい。まあそのためには A 日程で感謝枠が確定しないとダメなので、まだ分かんないです。はい。そうなの、 AKB さんのはその日行って抽選で当たったら写真撮りますよ、抽選で当たったらサインもらえますよとかだけど、 ST の感謝枠はもう感謝枠が当たった時点で絶対サインもらえるし、サインの部だったら写真撮れます。そう、当たれば当日抽選ないです。僕がユミリンに感謝する枠はないんですか？それはですね、普通の握手の部でお待ちしてます。それは、ぜひぜひ。そこのタイミングで、もし感謝がある方は、感謝してくださったら嬉しいです。感謝枠って何がある？感謝枠は、サインが取れ、もらえる部か、写真を撮れる部下があります。はい。完売チェキ枚数増やしてほしいです。完売チェキはですね、もともとセカンドにはなかったものなので、まずこのチェキが できた時点でありがたいので、まあまあ3枚だよね、3枚ぐらいだよね、3枚だっけ。まあ中完売チェキもらえることに感謝しましょう。いつも感謝してます、ありがとう。
説明大変だね。あ、初めての人とかやっぱりね、わかんないよね。わかんない、文字読んだだけでわかんないと思う。監視枠の条件、監視枠の条件は監視枠の条件はこの明日までの申し込みで、私が1日500枚以上皆さんが申し込みして決済してくれたら、申し込み完了してくれたら感謝枠ができます。だから今は感謝枠はないです。私はないです。ただ感謝枠になるかもよっていう お知らせは出てる。そう、 ST はちょっと変わってるんですよ。岡田さんのチェキが欲しいの。岡田さんはもうすでに3次受付の時点で完売してるので、これは B 日程の一次申し込みを狙うしかないです。 B 日程の一次申し込みは、6月17日18時からです。はい、きっと、まあ、どんだけ注意しても決済しない方はまあ何人か、まあ、1人か2人か分かんないけど何人かはいるから、多分どっかの部は奈々さん申し込めることになるとは思うけど、多分本当に倍率高いと思う。さっきの奈々ちゃんの何部に並びたいんですけど、あのその時間私も握手しておりまして、そうなんです。そう、ちょっと撮りたいんですけどね、うん、そう、あと私が券取っちゃったら奈々さんの券取りたかったのにって人が一人取れなくなっちゃうんですって考えると、そこはね、もう先輩方にお譲りします、うん、ポーズは指定できます。ポーズは指定できます。ただそう、ハート以外接触禁止だったっけ、接触ってハート以外、なんか大きなハートもねダメだった気がする。うん、そう、一回これやろうって言われて、ダメですよって言われちゃったね。そう、以外はポーズ何でも OK ですね。その常識の範囲内だったら、こんなにでもいいし、こんなでもいいし、くまちゃんやろうとかでもいい、全然大丈夫。あ、柵から越えないように、まあその辺は干渉区が出てからのまだ先の話です。それはまだ先の話です。まだ今言うことじゃない。皆様の気が早い。はい、ということで明日の13時までとなっております。ありがたいことにですね、南部十南部もう完売しててすごいびっくりしたね。2時から完売してて2時で3つ完売してて、そう、本当にありがたいです。3時で11だっけ完売したのは。滝野さんほぼ完売じゃろ。 いえ、まだ半分も完売してないので全然うん、言い訳です。それはえ握手って接触ちゃうのか。握手は接触ですよ。ただ写真撮る時のことを言ったんです。さっき広島の握手会あんこも来ますか。あんこも来たいんだけど、ちょっと多分運営の人にダメって言われる、うん、ちょっと運営の許可が下りないですってやつですね、これは。はい、俗に言うユミ
にはコスプレしないの？あ、しますよ。過去にもしてたことあります。うん、診察券と保険証だけで入りますか？だそうです。皆さん質問。そういう今回浴衣あるもんね。食パンは持っていかないです。入れません。無理だそうです。ああ、なるほどね。写真付きの本人確認証が必要なわけね。生徒証でもいい。あ、学生証ってことですか？どう？学生証は？身分証明書必要って。免許証にします。うん、そうしてください。住民証と保険証は OK。 顔なしは無理なんだ。顔なし、あ、クレジットカードも OK。 クレジットカードと保険証 OK。 顔入ってる学生証だといけるよだそうです。今日の滝のいけてるよだそうです。ありがとう。はい、生徒手帳はアウト。あとはパスポート。あ、パスポートね。はいはい。あ、中学生なんで。そうなの？ぜひおいでませ。前髪かわいい、ありがとう。うん、今から免許を取ってきます。頑張って。心配ならマイナンバーカード。あ、私マイナンバーカードこの前ね、取りに行ったよ。あのパスポート発行した時にマイナンバーカード作ったよ。もうあれあれで入れるんだったらみんな作っときなよ、握手会用に。マイナンバーカード、マイナンバー教えていいですね、それは素敵。手作りお弁当持参してもいいんですか？あー、中で食べれるかってこと？え、食べれるんじゃない？確か。あ、どうだっけな、食べてる人いないさそうだな。中で自分の持ち込んだ食べ物は食べれるんですか？ああ、中では食べれませんって。へえ、中で食べれる。どっち？あ、ダメでしょ食べる。どっち？ダメじゃない。どっち？場所によって違うってこと？それとも AKB さんと ST より違うってこと？クリーム玄米ブランドは食べるときある。へえ。あ、禁止はされてない。飲み物は OK。会場によりけり、場所によるだそうです。皆さん、じゃあ場所の案内をチェックですね。どうしても分かんない人は、あ、この人ちょっと握手会慣れしてそうだなっていう人に聞いてみてください。優しそうな。はい、なんか多分缶バッジとか分かんないけど、その推しメンのグッズめっちゃ持ってる人は多分そこ初めてじゃないから、きっとわかんないけど、はい、聞いてみてください、ね、うん、お、俺に聞いてくれ、いいですね。みんな、そう、聞かれるような人間になりたいですね。知らない人に話しかけない。あ、まあでも、もう同じグループを推してるファン同士ではもう知らない人ではないからね。うん、オタも優しいからな。え、優しいよね、本当に優しい。うん、うん、
握手会内では何か売ってますか？なんか場合によるんですけど、セカンドの時は CD を合間に売ってましたね。たまにメンバーが行ってメンバーから手渡ししてもらったり CD を、まああとはグッズ販売してるのかな。オタですいません。オタは謝ることない。私もだって鉄オタだし、別にオタクだから悪いっていうのはないです。友達増えたよ。いいといいですね。あ、クリームパン売ってたんです。あ、確かに発展堂さんのやつ売ってた。握手券ってどこで売ってるの？握手券はですね、ST48、キャラーニカー、ST48、サードシングル、握手会で検索してくださったら、じゃーん。抽選申し込みはこちらっていう画面に行けます。ここから握手券の申し込みができちゃいます。ここにはちゃんと抽選申し込みの流れ、も書いてるし、商品情報も書いてくれてるし、抽選申し込み受付期間も書いてくれてます。イベントスケジュールちゃんと日にちも書いてくれて、でそう、内容も書いてくれてる。この浴衣着ますよとか、この日は始業式ですよとか、感謝枠って何的な感じのこともちょっと書いてありますね。南部が何時からっていうのもここに全部書いてある。はい、要は検索し、はい、だって検索しないと申し込めないですよ。そんな検索、はい、自分で検索しないとそれは申し込めない。それは割と当たり前です。まあ人に頼んでやってもらう人もいるかもしれないけど、今ここで私に申し込めって言われてもそれは無理です。我が軍の個別と重なるのが怖い。あー、なるほどね。そしたらなんだろうな、確かにそれは怖いね。まあなんとかなるっしょ。それか、この日もう発表、まだ発表されてないっていうか何もない日とかだったら、この日万が一自分のまあ本当に推してるグループが入ったら嫌だから、滝野は午前中しか買わないとか。善悪ない、善悪もありますよ。はい、そうです、あります。ゆみには名札歓迎、あ、名札歓迎ですよ。もちうん、移動大変だ、大変だね、移動。頑張って頑張って。瀬戸内巡りもある、ね、そうなの？それは分かんない。それは多分まだね、何にも私も知らないし。そうなの？分かんない。大体毎年はあるけど、今年はまだ発表されてないです。あるのかないのかも知らない。名札にここでの名前書いていこうかな。いいと思います。巡りたい、巡りたいです。リリーベもまたやったしね。リリーベやりたいんだよね。なんかそう、セカンドはめっちゃリリーベはできたの。本当にめっちゃしたよね。めっちゃ楽しかった。リリーベめっちゃしたい。
売り上げ良かったらいいね。そうだね、ミリオン行くといいね。サードでミリオンってすごくない？すごくない？山口にもそれは分かんないです。ただ今の時点では行かないです、発表されてる中では。そう、ただ毎年瀬戸内巡りがあったから、まああるのかもしれないし、まあ多分この配信だけだと私は全てを言うことができないので、わかんないことがある方はぜひちょっと自分で調べてみると、全部あの私が言ってることってこれ全部ネットに載ってるんで、はい、ちょっとお時間ある時にこうお仕事行くまでの移動中だったり、なんかちょっとね配信終わって寝るまでとかにちょっとね調べてもらえると嬉しいな。嬉しいな。ググってみよう。ありがとう。ありがとう。今年 STU 全員で紅白出場できたらいいね。え、だからこれが本当に、え、多分これがミリオンいったら夢じゃないと思う、私は。え、でもこのシングルがそうなった場合、有力候補曲はこの有力候補曲はこの曲でしょ。ってことは全員選抜の曲だから全員で出れるよね。レコ大も、そう、レコ大ももう目指せちゃう。え、追加しよう。ありがとうございます。ミリオンって何枚か知っとる？ミリオンは100万枚です。はい、一応去年ゴールドディスク賞もいただいてね、レコード大賞新人賞もいただいて、うん、29人でミリオンはすごいわ。そうだよね、すごいの本当にできたら、うん、前回の3倍以上。そうだね、うん、広島市の人口やーってなんかそう、でもなんかなんだろうな、なんか STU と皆さんならなんか私は本当にどこまででも行けそうな気がするんです本当に、うん、そう、目指す目標は別に言うことはただですから、そんな言ったから絶対行かないといけないわけじゃないけど、私はなんか個人的に去年暗闇の時からレコード大賞新人賞を取りたいってずっと言い続けて、でも本当に言ってる時は取りたいけど、なんだろう、絶対取れるとは思ってなかった。なんか本当に思ってなかったです。レコード大賞様に出演できるなんてだし、新人賞とはいえ名だたる方が受賞されてるし、うん、夢は逃げない。そうだから、こうやってなんか言葉に大切することの大切さもすごく学んだし、そう、あとは言ったらなんだろう、皆さんも一緒にその目標に向かってくれるのがすごく嬉しくって、
例えばレコーター初心人賞取りたいって言ったら、じゃあレコーター賞に向けて頑張ろうねとか、なんかレコーター賞に向けてこういうことをしたよとかファンの方が言ってくれたり、なんかたかが一人のファンの人のことかもしれないけど、なんか全然たかがとかじゃなくって本当になんか自分たちじゃどうしようもできない部分が大きいからこそ、そうくまちゃんタワーが来てる。あのね、私んとこ来てないんだよね。あれ、あ動かなくなっちゃう。そう、ちょっとこっちやめよう。ちょっとそう、こっち来てないの。どなたですか、ちなみに。ちなみにどなたですか。ちょっとなんかあれだな、よいしょ、動きが悪くなっちゃったな。もう一個、あ、ゴビさんからクマタワー。ゴビさんありがとうございます。カムサムニダー、ゴビさんありがとう。そう、スペシャルゲストの欄にもない、なんでだろう、神隠しにあっちゃったかな。ありがとう。でも心の目で見ます。お、見えます、見えます、見えます、ありがとう。ゴーセブンさんからも、あ、タワーはある、タワーがある。あ、今あきんどさんありがとうございます。サードシングル楽しみ、握手も楽しみ、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、お辞儀ありがとうございます。あきんどさん、でも逆にあきんどさんのタワーしか立ってないうち、ゴーセブンさんも、ゴーセブンさんもありがとうございます。ごめんなさい、全然ごめんなさい、ありがとうございます。電波がね、ちょっとなんかこっちの携帯使っちゃったから、一回切ったらね治る気がする。じゃあちょっと一回切りまーす。バイバーイ。あ、ハート100個もらった通知だけ来た、大好きマンさんが。以上、以上。ちょっと待って、また一人だろうな。あ、こっちで見れる、こっちで見れる、待ってね。あ、違う。え、どういうこと、わかんない。私これ配信できてんの。え、こっちでも見れないよ。え、どうしよう、どうしよう。配信できてる。え、怖い。え、怖い。ねえ、見えてる？ねえ、見えてたらさ、みんなさ、私のさ、最新のさ、ツイッターにさ、リプしてくれない？見えてるよって。ツイッターに入ろう。ちょっとこういう時のツイッターだよね。あ、見えてるって。あ、コメント来た。来た。え、なに、みんなもさ打てなかったの。見えてる、見えてる、ゆみこ見えてる、見えてるよ。おーい、戻ったぞーってコメント流れてるよって。おーい。あ、何、みんなもできなかったの？コメントできなかったんだ。へえ、コメントがエラーになる。あ、そうなんだ。あ、すっごいめっちゃコメント来てくれてる、ありがとう。すっごいゴゴリバの公演のリプ100件になった。ありがとう。え、めっちゃみんな見てくれてるね。え、ありがとうございます。
みんなありがとう、優しい。そっか、見えてるけどコメントができなかったんだ。へえ、そっか、よかった。私だけが見れないのかと思ってた。そう、私も動けるようになって、ほら、みんなでドッキリ仕掛けた。え、何、一斉にコメントしないドッキリですか。はい、あ、ほんとだ、熊タワーがね、見えます。あ、ゴーセブンさん、え、誰かが間違えたからお祝い。え、どういうこと。え、なに、ゴーセブンさんはクマタワーを投げてなかったってこと、実は。普通のクマ、いや、普通のクマも嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、私の間違いのせいで。クマちゃんカップル、ありがとうございます。これはゴーセブンさんと私です、ありがとう。ゴビさんも、これゴビさんと私なんで、はい、ありがとうございます。お優しいとか、というか申し訳ないです、ごめんなさい。以後間違えないようにします。レモンティー、今度握手会くどきに行くよ。お待ちしてます。口説かれるの楽しみだな。どうやって口説くのかな。なんか、なんだろう、口説くのとはちょっと違うかもしれないけど、なんか広島の街を歩いてると、なんか私だからとかじゃなくて、普通になんか、ねえねえお姉さんってさ、声かけてくるお兄さんとかがさ、いるんだけどさ、なんかすごい10人十色って感じで、なんかすごい面白いです。はい、そう、お姉さん事務所入ってるって言われて、でもなんか事務所入ってるし、一応なんか芸能界興味ないって言われて、まあ、芸能界興味あるからアイドルになったんだけど、なんかそんな、いや私ももう芸能界もう興味あるんで事務所入ってますなんて言えないし、そう、普通になんか、なんだろうな、全然なんか、なんだろうな、なんかちょっとモデルにならないとか、こういうアイドルを作ろうとしてるんだけどみたいな感じで。あ、私株式会社 STU です。そうで、そう、あって言いながら、だいたいこうでえへへって言いながらちょっと止まらないんだけどずっと歩いとくんだけど、なんかそういう人ってだいたいついてくるじゃんか、私が歩いてるのに。あとだいたい急いでるの、私だいたい急いでるから、ちょっとあのそんな暇がないのね、本当に。だからちょっと急いでるんでみたいな感じで言ってもついてくる時あるよね、あるある。そう、一つ、そうね、 LINE 交換しようよみたいな、いや、するわけないじゃん。そんな、だって皆さんも私と LINE 交換したいよね、そんなこと言ったらさ。そんな、ね。そんなさ、
なんで道会った人さ、なんで LINE 交換せんとあかんの。 LINE 交換だけでもさ、だけって何、だけって何っていうね。 LINE 交換をなめてますよね。そんな、そう、カカオなら、あ、そういう問題ですかね。そうだから LINE してないですって言った。私携帯持ってないんで LINE してないですって言った。確かにツイッターなら教えます確かにツイッターなら教えれる。フォローはできないんですけど、フォローしてもらうことは可能ですよ。あ、ちょっと DM も送れないんですけど、はい、あのリプとか送ってもらう分には全然問題はないです。はい、私はちょっと返信もできないし、いいねもできないんですけど、はい、ツイッターなら、え、確かにそういう、え、私今度からそう言おうかな。 LINE 教えてよ。え、じゃあ何教えてくれる、ツイッターって、ツイッター教えましょうかって。やった、フォロワー一人増える。 DM も送れないの。うん、なんか私がフォローして向こうがフォローしてされてないと、確か私はなんかそういう設定になってる。そう、運営の方がしてくれてるのかな。まあ確かにね、そういう方とはもう話を続けないのが一番ですよね。うん、しつこくリプしてきそうだけど、え、それは面白くないですか。それは面白い。しつこくリップ、全部の返信、全部のツイートにさ、返信とかしてくれるのか、しつこくリップって。ねえ、お姉さん。前の投稿に次。今日あったものです。前の投稿に。この写真かわいいね。前の投稿に。公園、いいねみたいな。感じで、してくれるのかな。確かに握手会来てくれるかもね。あ、今4時受付してますよって、はい、キャラニで検索していただいたら、はい、そうだよね、うん、なんでコソコソ飲んでる。あんまりね、商品移しちゃダメなの。そう、なんかもう多分わかると思うけど、うん、リミリンって気づかれる。うん、うん、全然。でもユラちゃんにこの前言われたのは、入る前に何回か見ましたって言われた。けど、声かけなかったって言われた。マスクとサングラスしてない、してない。私ね、マスクあんまり好きじゃないんですよ。だからしてないです。
変装はしないかな、乾燥もしない、乾燥変装しないの、乾燥しないのって、なんか面白い質問攻め。もしも街でユミリを見かけたらどうしたらいい。もし私もあなたのことを知ってたら、多分声かけなくても私もわかるから、お互い会釈しましょう。こう、あ、あ、で、はい。そうですね。メモを渡せます。あ、それはちょっとあれかな。多分受け取れないかな。うん、握手行ってもいい。お待ちしてます。うん、え、手紙を書いたらお待ちしてます。うん、声かけたらダメ。え、でも嬉しいです。嬉しいけど、なんだろうな。なんか、嬉しいけど、なんか限度によるよね。うん。そう。だって一応、そこに合ってない、ファンの方はわざわざ会場に来てお金を払って会いに来てくれるからね。うん、そう考えるとなんかちょっと不公平じゃない。頑張ってやでいくね。それ嬉しいです。嬉しい。頑張ります。ありがとうってなります。うん、そうだね。ちょっと挨拶するぐらい偶然の特権ってことでいくかもな。まあ私も何がいいとかは言えないけど、なんか、うん、何が良くて何がダメもないから、私がこれはいいですとかは言えないけどね。はい、その辺は多分自分で考えろってやつですね。第13位、杉野さん、今日も一日お疲れ、レーシング、ありがとうございます。第12位がドラさん、ありがとうございます。第11位、リュウ・ショウキンさん、台湾の指に落ち、ありがとうございます。シェイシェイ。第10位がナオさん、ありがとうございます。LINE はいいので結婚したいです。イミコ好きだ。絶対結婚しような。第9位は、ヘルプ。カモさん無理だ。第8位がおいでます元気さん、ユミコ女神公園楽しかった、また行きます、お待ちしてます。第7位がスランプくんさん、ほら今日も可愛い夢にありがとう、優しい。第6位が大好きマンさん、ありがとう。第5位が ピグモン三世さん、ありがとうございます。お、マンジンさん、マンジンさん、ありがとうございます。カマザムニだ。そして第4位が西宮のヨネさん、戦場公園何回行っても楽しい、お、何回でもお待ちしてます。ありがとう。第3位はゴビさんかな？ゴビさんですか？ありがとうございます。カムサムニだー。第2位がアキンドさん。サードシングル楽しみ。握手も楽しみ。お待ちしてます。そして第1位がゴーセブンさん。今日も配信ありがとう。笑顔のユミニが大好きです。すいません、ゴーセブンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで明日の13時が握手会、締め切りとなっておりますので、ぜひぜひ今申し込まないと次は17日まで待たないといけないので、はい、行動はお早めに。はい、そうですね、うんうん、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん、おやすみなさーい。